こんにちは、タククロでーす。あ、よろしくお願いします。ヒロさん。はい。ランニングフォームのことで、自分でなんか動画を撮って、自分のランニングフォームを、確認することを、定期的に行っているんですが、うんうん、どうしても、設置が長いというか、着地し、設置が長く感じるんですよね。で、長く感じるので、タクプロが動画の解説でよくおっしゃってる、引き足のリズムで走るっていうのを、見ながら参考にさせていただいてるんですが、まだちょっと長いなーって、なんか何を改善すれば引き足のリズムになっていくのかっていうのが悩みです。簡単にポイントを教えてもらいたいなと思ってます。まあ、これ多分、長径靭帯、膝の横、太ももの横が張りやすいという話と、今の話、つなげて、はい。二つをこうやって合わせて、想像してみると、多分、今改善させようとしていることって、設置の長さじゃないですか。その設置が長いなっていうのを、設置を短くしようっていうふうにしているわけですよね。で、そうなると、今頭の中で何を改善させようかって考える、設置を変えようとしてると思うんですよ。はい。だけど、設置が長くなっている原因は、おそらく膝の使い方だと思います。膝の膝で地面着地した時に、膝でこうやってためを作っちゃう感じがあるから、設置が短くならないんですよ。膝でこうやってギューポン、ギューポンみたいなのがあるんで、設置が短くならないんですよ。でも、やろうとしていることは、膝の使い方だっていう意識がなくて、膝の使い方が原因になっているであろう、設置の長さの原因を、ここを短くしようっていう意識をしていると思うので、どんな意識を持って走るといいかっていうと、着地した時に頭の位置を、とにかく、高い位置をキープしとく。ずっと。はい、わかりやすく言う。これちょっと表現した方がいいかな。地面つくじゃないですか。ついてから、はい、こうやって膝をたっぷり、使っちゃうんです、こうやって。ついてからぐにゃっと曲げて、ポンっていくみたいな、うん。これが強すぎるんじゃないのかなっていうふうに、長径痛めやすいっていうのと、設置が長いっていうところを、組み合わせると、そんな感じになっているんじゃないかなって思うんですけど、そういう方って、その場でジョギングをしてくださいっていうと、少し、お尻を下げる癖があったりします。その場でジョギングするときって、こういうふうにその場でジョギングするじゃないですか。はい。このときに、こうやって、あお尻が下がる。じゃなくて、はい、お尻の位置は常に高い位置をキープしたまま、お尻下げないように、はい、お尻にかかとが近づくっていうのが、正しい動かし方なんですけど、多分、お尻がかかとをちょっと迎えに行っちゃうんですよ、こうやって。こういう走りをする人って、長径になりやすいんですよ。うんうん、お家の中で、できるだけお尻の位置を下げないように、お尻の位置キープしたまま、高い位置にあるお尻にかかとをぶつけに行く。こうやって、お尻がかかとを迎えに行かれる。こういう、はい、これにならないような意識でジョギングをすると、ここの張りも出にくくなるし、設置も短くなると思います。要は、ギューポン、ギューポンでやったら設置が長くなっちゃうんで、高い位置にあったら、ついて離れる、ついて離れるっていうのができるので、設置が短くなるかなと思う。ちょっとそれを意識するといいかなって思いました。実際に動きを見てないので、推測の回答になってしまうんですけど、なんかそこに原因があるんじゃないかなって思いました。わかりました。どうですか今の、聞いて、なんか思い当たる節とか、なんとなくそうなってますとか、ありますか？そうですね。なんかと、自分の動画を見ると、着した瞬間に膝がこう、曲がってるっていうか、このぐにゃっと。ぐにゃっと曲がってるのがあったので、はい、今の話を聞いて、つながりました。常に、上半身を高い位置に置いとく。頭の位置を高い位置に置いとく。はい、腰の位置を上げたままにしとくっていう意識。で、膝でこうやってあまりぐーって溜めすぎないようにすると、引き足のリズムがより取りやすいと思うので、なので、引き足のリズムを取ろうとしたときに、膝で溜めてから足を引き上げるみたいな、むしろ逆に言ってる可能性もあるので、はい、膝でこういうふうに目を作りすぎないように、走ると
沈み込まないように沈み込まないように、高い位置、高い位置、高い位置というふうに意識できると変わるかなと思うので、ぜひ、ちょっとその意識で走ってみてください。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。